バレーボール男子日本代表の高橋愛、22イコールサントリー、と石川祐希、28イコールペルージャ、が15日放送のフジテレビ、ジャンクスポーツ、土曜午後、ゼロに出演。試合中に高橋が石川に激怒したという驚きのエピソードを語った。画像あり、男子バレー高橋愛がイタリアに出発、ひき肉です。ポーズは関西のノリ。印象に残るのはいいこと。 事件が起きたのは昨年10月に行われたパリ五輪リ予選エジプト戦。高橋は絶対に点が欲しい場面でセッターが石川選手だった。そこでトスを僕にくれなくてと語り始めた。石川は高橋ではなく西田裕二にトスをあげたが、これがミスとなり日本の得点には結びつかなかったという。石川選手が西田選手にバックアタックをあげたんです。 それがミスになったんですよ。それでちょっとブチギレましたねと明かした。MC の浜田正都から覚えてますかと振られた石川はもちろん覚えています。切れてた完全に畜生、ああ、みたいなと苦笑い。浜田がマジで上下関係はないの。と追求すると高橋はあるんですけど切れますよ。勝ちたいんでと勝利への執念を燃やした結果の言動だったと語った。 浜田が彼、高橋に渡さなかった判断はと聞くと、石川は後悔してないですときっぱり、西田選手の方が、もってこおい、みたいな声が出ていた、トスが欲しいなら、もっと声出せよと注文し、スタジオを笑わせた。